八乙女駅ホーム八乙女駅バス乗り場八乙女駅は宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目にある仙台市地下鉄南北線の駅である。駅番号は N02。八乙女駅は旧欧州街道をまたぐ形で設置された高架駅で県道仙台線線と県道北環状線の二つの主要幹線道路が交わる八乙女交差点や 県道仙台線線と市道七北田幹線1号線が分岐する杉の多交差点に隣接し自動車交通の要所にある。また、七北田川北岸の泉中央副都心にほど近い南岸の貸し段球場にあり、泉中央駅側の高柳川、黒松駅側の仙台川という七北田川の支流二つにも挟まれている。泉中央副都心が形成される前は、 泉市の中心部であった旧欧州街道、七北田塾の南側に位置しており、開業前の箇所は七北田であった。1992年の泉中央駅開業までは、終端駅であり、バスとの乗り継ぎ指定駅になっていたため、同駅開業までは、旧泉市や富谷町方面のバスが多く発着していた。バスターミナル併設の同駅開業後は、バス発着数は減ったものの、 今も市内の主要、バスターミナルの一つである。なお、かつて存在した仙台鉄道の八乙女駅については、仙台鉄道を参照。島式ホーム一面二線を有する高架駅で、ホームは3階、コンコースは2階にある。駅前には、バス乗り場があり、泉区南部の団地へのバスが接続する。高等大観区駅管轄。駅外側の1階には、踏谷というそば。 うどん主体の食堂があったが、2014年9月30日に閉店しており、新たに2015年12月24日に大衆食堂8が開店した。仙台市営バス、宮城交通が発着するバス乗り場がある。1984年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 写真中央下に建設中の当駅が見える。1922年から1950年まで、宮城郡七北、田村の後年、当駅が設置される地の近くには、仙台鉄道、七北田駅及び、八乙女駅が存在していた。1975年8月の仙台陸上、交通審議会の答申では、地下鉄の七北田駅の建設予定地を明示していないが、 泉市七北電磁瓦原にある仙台市交通局七北田営業所が候補地になっていた。泉市七北電磁杉の谷七北田駅として建設された当駅は正式駅名を八乙女駅とし開業に至った。ありがとうございます。